い、どうもアイウイトイでございます。いつもポケモンシールドでどうやって遊んでいるかっていうのをちょろっとやっていこうと思います。やってくって言っても割愛してる部分も何箇所かあるので、そちら辺はそこら辺はまあ見逃してください。ということで、基本的にワールドエリアでアイテム解消をしています。なぜってではよく分かってないけど、なんとなく集めたいです。あとはね、基本的にこうやってぐる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 、まあ当てもなくさまよっております。インターネットつなげたらもしかしたら見つかるかもしれません。ということで、インターネット接続していきます。まあ接続したらいろいろね、いろんな人に会えたりするので、そちらでもちょっとすれ違いって的な何かをしています。そしたらまあマジカル交換をやっていきまして、まあ今日はね、ロトムちょっと用意できたのが4匹ほどいます。ちょっと多めなので、ロトムちゃん旅立っていただこうと思います。まあ可愛いポケモンか欲しいポケモン来たらいいな的に行きます。ということでね、まあレポートも書いてやります。するとね、まあしばらくこうフィールド遊んでると、まあ左下に完了しましたってきますので、ロトムちゃんを旅立たせたので、何が来るか楽しみにしながらこのムービーを見ます。ということで、何来るかなまあこれね、わかんない。おー、一文字、前にもらったけどまた送ってしまった一文字ちゃんじゃないですか。ちょっと今更になってシャンデリーに乗って欲しくなってしまった子ですね。これは当たりです、個人的にということでね、移動させておきたいかな。うん、移動させれるかな。ここね、まあ微妙に移動して保存的なところにね、置いときましょう。うん、そしたらマジカル交換再びしていって、まあここら辺はキープですね。よく使う子で、間違った。ロトムちゃんもう一匹旅立っていただきます。まあこうね、レポートを毎回書いて、レポートしっかり残して誰と交換するかね、楽しみにしましょうと思ったら交換来ましたねということで、はい、ロトム次は何になるかな。これは外れごめん、お前可愛いけどちょっとお前は欲しくないかなということで、再びマジカル交換していきます。さっきいただいた方法ですけども、旅立っていただきます。可愛くないわけじゃないんだけどね、ちょっとアイオイトイのこうね、ストライクゾーンではないからダメですねということで、ホホちゃんもトレード行きました。んー、何来るかな。おお、サンゴ、サンゴじゃない、名前が出てこない。サニーゴ、サニーゴ、そうそう、サニーゴ、サニーゴ、これは当たりですね。あゆいとまだ捕まえらんないんで、これは当たりです。使うもん、マリモン、サニーゴちゃんありがとうございます。これはいいな。うんうん、いいね。サニーゴ、サニーゴ、これね、なんかどこで出るかもよく分かってないんだけども、縦にしか出ない子なんですけど、まあ縦やってて縦に出ない子をもらってどうするんだっていうのは置いといてですね、まあ可愛いんで、このまんまサンゴポケモンサニーゴちゃん保存していきます。ということで、再びマジカル、マジカル交換ですね。ということで、まあロトムがいなくなったんで、ミミッキュ行きます。まあポニータでもよかったんだけど、まあミミック行っていただきましょう。ということで、何が来るかな、ワクワクだよね。ということで、ミミック旅立ちます。ミミック行ってらっしゃい。お、イーブイ、イーブイどっちだ。イーブイですね。イーブイはちょっと今夢イーブイを探してるので、いただければ嬉しいかなと思ってる。で、イーブイの夢ってなんだっけ。イーブイの夢は、ググる、あ、ググれたんで、ですね、さっきのイーブイ、危険予知来た、これ来ただよ、もうやべえ、何3回でこんな1個もらえた。もう並び替えよ、並び替えよ。うん、でも危険予知だよね。え、危険予知でいいんだよね。うん、いや、ということで、今回3匹トレードしましたが、イーブイとサニーゴとひともしちゃん、まあこの3匹個人的には可愛いし、欲しかったのもゲットできたから
かな。まあそこの EV はね、ちょっと違う EV なんですけども。いいですね。いいですね。マジカル交換。この時間はやっぱり当たりかって。まあ、ちらっと噂で聞いた時間帯にね、ちょろっとやってみたら、当たり多いよって言われたんで、やってみたら、意外にいい当たりでした。はい、ということで、ざっくりですが、あゆいとえが裏で、ポケットモンスターシールドをどうやって遊んでるかっていう動画だったんですけども、まあ、基本的にちょっとね、いい時間帯に投げて、いいポケモンはなるべくゲットするっていうね、やり方で、なるべくね、こちらもね、初手で投げる分、いただいたものをまた投げるっていうのは、まあ、それはありだと思うんですけども、初手で投げる分は、珍しかったりとか、シールドでしか出ないポケモンを投げています。ということでね、こんな感じで遊んでいます。またね、なんていうかな、もし普通のね、こう、ストーリーを進めているものを見たい場合は、配信で行っておりますので、よかったら遊びに来てください。またポケモン以外のゲームもやっていたりするので、よかったら遊びに来てください。とにかく遊びに来てください。またね、チャンネル登録とかしていただきますと、あゆいといのね、これからのモチベーションにもつながりますので、よろしくお願いします。それでは、本日の動画はここまで。よろしかったらね、本当によろしかったら、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、インスタのフォロー、インスタじゃないね、フェイスブック、両方あるね、SNS のフォローなどしていただければと思います。気軽にツイッターなどで絡んでいただいても問題ありませんので、よろしくお願いします。それでは、またねー。